まずね、60% 野口くん、現実的な流し打ち 10% 長くん、もう来なくていいです。追い込まれても強い打撃見せる粘り打ちかな渡辺くん、ラインドライバー細田、もう、ガチャガチャのエンド、クロスファイヤーの米山くん、お前のせいかな負けたのは。変な能力できたら許さんから、お前もう星300超えなかったらお前もう許さん、やる、お前のせいの可能性があるかなり。あとチャンスに強い和田くん、ベスト4とは思えない。お前ちょっとお前っぽいわ、わかる、俺わかるんだ、お前のせいだと思う多分。だってパッと見た感じ、あーその顔はお前のせいですね、わかる。米山許さんはちょっとお前のせいだと思う多分絶対。もうちょっと負けが込みすぎてね、ちょっと流れが良くないな。日頃の行い結構いい方だよ俺。改めて言うけど、俺毎度毎度言ってんだけど、神様は見てくれてないのかね。ということで、2036年度智弁南蛮高校新入生見ていきたいと思います。行きましょう。みんな来てるじゃん、 60% と 10% 来てるじゃん。和田くん160、はいはい、まあお前ベスト4だからね。チャンスへ、はいはい、盗塁対左、まあ打てばいいけども、都道府県ベスト4だからもうちょっとしょうがないね。まあまあまあいいでしょ。長野か、使わない、とりあえずベンチ外決定です。道理で盗塁も対左も悪いわけだ。なんかおかしいなと思ったんだよ。ガチャガチャの遠藤くん、はい191、うん、まあ右側次第、まあ走塁ぐらいだからまあいいんじゃない。ガチャガチャこれだったらまあほぼ成功と言っても過言じゃないでしょう。いいよ、悪くないよ。続いて細田くん、はい106、帰れや。ラインドライブいらない、いらねえ、いらねえわ、話にならない、こんなのいらない、するわけねえだろスカウト。続いて中川くん、中川くんなんか 10% でなんか生意気な口聞いてなかった、はい183、あら FFEEE ね、183乗る。チャンス B、 早急 B、 流し打ち決勝だ、右側はバチバチに優秀、うちに来るにはこれぐらい練習しとかやんな、君みたいな子を募集しています。続いて渡辺くん、渡辺くんはよく分かってない、はい191、いいよ悪くないよ、粘り打ち、対左と走塁ぐらい、まあまあ走れはするし悪くはないよ、いいよ。まあもうちょっと練習してきてもよかったかなって感じで、ちょっと春休み遊びすぎちゃったな。あ、神奈川か、成長しそうだな、素晴らしい、対左と走塁なんて別になくたっていいんだ、ベンチ入り確定。うちは神奈川の人間はね、かなり信用と信頼がありますから、対応が変わりますから。野口くんもなんか 60% でなんか行くか行かないか迷ってます、ああとかって言ってたよね、はい189、うん、まあ守備鍛えればいいよ、守備鍛えればいい、パワーヒッター以外線、あ右側いいね、いいよ悪くないよ、もう守備とかちょっとドルって鍛えればもう全然いいじゃん、申し分ない。ここから一般任務生、まず田部くん、まあサブポジあるし、さすがにゴミクズっていうことは多分ないかなと思います。はい164、いいよ、まあこれサブポジで持ってるからなきっとな、ケツ上がり、まあ伸びぐらいね、伸びぐらいだからまだいけるでしょ、いいよ、高速進化と縦すら、またなんか珍しい変化球投げますね君ね。タバコはまあちょっと吸ってますね、 F37 これちょっとだけ吸ってます、ウィンストン1週間に1吸いしてます。続いて中尾くんピッチャーね、はい111、はいはい、いいよ、ちょっと優しそうな顔してるね君ね、勝ち運、あー右側いいね、こういうピッチャーがいいんですよ、こういうピッチャーがいずれ対戦するんですよ、縦スラとスラーブ、はいはい、いいよ、右側いい、ピッチャーは右側マジで大事だから、あー君の方が二刀流できるんじゃない、センスあるな、いいよ野手いいよ、右側いいんでね、申し分ないかなと思います。続いて奥村くん、まあ一般二部生でしょう、はい98、あら赤ちゃんみたいな顔してるね、
バブーバブー入っていいです。バブーバブーじゃないんだよ。バント丸、あー盗塁いい、対左いい、送球いい、バントだけできるんだ。バントだけ使えばちょっとしないかな。あとね、ダッシュもうちょっと頑張ってやればね。3歳児ね、前いたからね。でも赤ちゃんみたいな顔してるよ。赤子、その探せばいます。これ赤子ないの、これ赤ゴジラ。赤ゴジラなんであんだよ。赤ゴジラで行くわ。赤ゴジラ、赤ちゃんの顔はもう決まってます。ゴジラみたいな髪型でもいいけどね。これにしよう、気持ち悪いから。これで行くわ。まあ赤子の赤にしとく。なんかこれあれだな、ポケモン金銀のライバルみたいだな、この髪の色。赤子一人だけなんかレベチ、何ちゃんかわかんない。ホムラちゃん、ホムラちゃんってキャラがいるんだ。使いません、さようなら。最後ね、米山くん無難にね、能力はバランスが取れてた気がするんで、お願いします。それなりにやってください。春の敗北はお前のせいっていうのは変わらないから、それなりに優秀な能力じゃなかったらもうダメだよ、これも。はい、 88！ じゃあお前のせいだな、絶対許さんわ。お前のせいです。じゃあ分かった、もうお前のせいだわ、分かった。タイピーチュー逃げ玉クロスファイヤー等だやけど、いらん。スタミナ F24 やばすぎ、いらんわ、もうこんなの。話ならお前絶対許さん。米飯でいきたいと思います。米飯トキいそう、探せばいそう。 目はまあお米サイズっていうことですか、これは。あ、いいね。もうここから見るとちょっといびつな米です。ここから見るとちょっと多分あれでしょうね、袋の中でぶつかって角がた、あの取れちゃったのかな。使えない、お前は絶対許さんわ。もう流れ悪すぎ。なんで俺お前スカウトしてんの、転生もいねえし。いや中川と野口が良かったよ。女の子です。あら、カサイちゃんいいよ。その昭和系アイドルの髪型嫌いじゃないよ。あとはおめめ、あー悪くない悪くない。ハンダちゃんはねこれシンナーやってますから、いいよ、悪くない、かわいいかわいい。ワタイはねちょっと猿の遺伝子入ってるから厳しい。カサイちゃんいいね、かわいいね。髪の毛を数本ください、毎日水を与えて、育てたいと思います。よろしくお願いします。